皆さんこんにちは、まことです。今日はね、週末の朝なんですけど、まつりとパパは外に遊びに行ってくれてて、私今一人なので、溜まってるちょっと家事とか掃除とかをやりながら、まあ、動画も回して家事掃除のルーティン動画みたいな感じで撮っていきたいなと思います。毎日やれてるってよりか週末にまとめてやってるようなことも多いんですけど、まあ、その辺もねしていきます。まずはいつも毎日その前日の夜に使った洗い物をまあ戻して、溜まってる洗い物をやるっていうとこから家事がねスタートしてるのでやっていきます。そしていつもさ、一人でね家事を淡々とこなすときはちょっとこの一人時間満喫したいので、いつも音楽なり、まあ、ラジオがほとんどなんですけど聞きながらやってるので、ちょっとまず洗い物を片付けていきます。はい、この時もラジオを聞いてたんですけど、確か霜降りのオールナイトニッポンを聞いてた気がします。霜降りのラジオは今までそんなに聞いてこなかったんですけど、せいやの結婚発表がちょっと前にラジオであるっていうので、その回をアーカイブで聞いてから一気にハマってリスナーになっております。私は洗い物っていうか水回りの家事は苦手というか好きじゃなくて、なかなか後回しにしちゃって嫌だなって思ってるので、芸人さんのラジオを聞きながら少しでも楽しくこなせるようにやっております。前のうちは食洗機がついてたからそんなに嫌だってなることなかったんですけど、今のお家はないので毎日せっせと洗っております。次もし引っ越すってなった時はその辺も少しでも楽できるような環境にしたいなっていうのが今思ってるところかもしれない。皆さんのお家はどうなんだろう、どっちが多いですかね。やっぱ食洗機はねつけたい家電ではありますよね。 IH とキッチンのところはこの歌マロでシュッシュして拭き取ります。どこにでも歌マロを使っちゃう。結局 IH になってね、汚れづらくなって掃除をしやすくなったので、そこはだいぶいいところかな。木だからあんまりこう洗剤とか除菌スプレーみたいなのはシミになっちゃうとかコーティングが取れちゃうからあんまり使えなくて、ダイニングテーブルはご飯終わった後に水拭きしてます。でこの祭りの椅子だけご飯をさ汚すからこう汚れてるのよ。これは歌丸使っちゃう。何にでも歌丸。で付け置きします。掃除機はこのダイソンの掃除機を使ってるんですけど、これがねめっちゃすごくて、この先の方であの緑の光が出るので目に見えないホコリとかがめちゃくちゃねゾッとするぐらい見えるんですよ。こんなにホコリあるってぐらい見えるから、めちゃくちゃ掃除機がねこれに変えてすごいはかどっています。ラグを掃除機かけるときは専用のものがあるので付け替えてやる。はい、ラグを引いてからはやっぱりどうしてもこのラグにねホコリとか小さいゴミが毎日たまるので、掃除機は毎日必須でやっております。皆さんのうちはどんな感じなんだろう。私も子供がいない時は毎日毎日って感じではなかったんですけど、生まれてからはどうしてもフローリングでね過ごすことが多くなって気になるようになったので毎日かけるようにしてます。とはいえこう共働きとかお仕事されてる方も多いと思うので、そんな時間ないっていうのが現実かなとも思うんですけど、どんな感じなんだろう。ちなみにこのラグは本当に気に入ってて、3ヶ月ぐらい待ってやっと届いたお気に入りの
ラグなんですけど、まあ、うちはリビングは特に色物を置いてなかったので、すごいね部屋のアクセントになってくれてすごい気に入ってます。で色もこうグリーンとかパープルとか赤とかなんか色物がごちゃついてる感じに見えるんですけど、でもすごいね統一感が出てるような気がして、部屋の雰囲気もガラッと変わったのでめちゃくちゃ気に入っているラグです。だいたい週末か、まあ、気になった時週1回以上クックルワイカーウェットシートのタイプでリビングと全体的にやってます。やっぱり祭りがいるとさ、なんか食べこぼしたものとかなんかすごいベタつく時があって、掃除機だけじゃね、床拭きもやっていかないとって感じでやっております。テレビが祭りのねこの手形映ってるかな、やっぱなんかちょっとこう汚れた手ですごいテレビ触るから手形がめっちゃ気になって、テレビの画面はちょっと濡らしたキッチンペーパーしっかりめに絞って、その後にまたキッチン乾いたキッチンペーパーで拭く、なんかインスタのライフハックみたいなアカウントでそれで OK みたいな感じで書いてあったから、とりあえずの日常掃除はそれでやってます。洗濯物は今日2回回してて、乾燥機にかけれない服が今終わって、で乾燥機に入れちゃうやつ、タオルとか、まあ、パジャマとかそういうのをまたもう1回回します。この日は週末っていうこともあって洗濯物は2回に分けて回してるんですけど、だいたい平日は1回で済ませることが多いです。でもどうなんだろう、やっぱ2回とか3回回すご家庭も多いんじゃないかなと思うんですけど、我が家はまだ子供が1人なので2回かな、多くてもっていう感じでやってます。洗濯物はもう室内でお風呂場に干すことがほとんどで、こう大きいお布団とか枕カバーとかそういうものはベランダに干すことが多いんですけど、だいたいこの洗濯機からのお風呂に干す動線が楽なので、だいたい部屋干ししてます。でちょっとちらっと見えるかなと思うんですけど、靴も今干してて、このスニーカーは松のスニーカーで、松はオールバーズっていうブランドのスニーカーがほとんどなんですけど、オールバーズは洗濯機で靴を洗えるので自分で靴洗って干してたみたいです。この日は特にね天気が悪かったので全部部屋干ししてます。洗面台もこの歌丸でシュッシュして洗います。洗面台はね結構気がついた時にバーってやっちゃうことが多いから、ちょこちょこ洗いが多い。水溝にはキッチン泡ハイターをシュッシュしておきます。最後に観葉植物の水やりとお花の水替えをします。このオーガスタちゃんは新居に引っ越してから本当にぐんぐん成長して、最初家に来た時はもっとちっちゃかったんですけど、やっぱり自然光がよく当たるとこに置いてるのですごいスピードで成長しました。お花は私も好きなので定期的にお花屋さん行って家で飾ったりしてるんですけど、お花を長持ちさせるにはお花屋さんでもらう長持ち剤みたいなあのものを使ったりとか、あとはこう水につけたまま切って水切りをすると長持ちさせればいいんですけど、ちょっと私はすごくめんどくさがりなんでサボっちゃってたので、そこら辺もちゃんとします。とりあえず撮ることは終わりました。あとは動画にはちょっとあれかなと思って撮れてないんですけど、
トイレ掃除とあとお風呂掃除はなんだかんだもうなんかずっとマツが担当なのでちょっともうそこは任せようかなと思っていつもお風呂に入る前にお風呂掃除をしてくれるんですけど、まあ、それはちょっと夜頼むとしてとりあえず最低限のことは終わりました。まあ、本当は大掃除とかもっと細かくてやりたいことはいろいろあるんですけど、まあ、とりあえず終わったっていう感じでちょっと私はゆっくりしたいと思います。